歓声に包まれたエディオンアリーナ大阪。さあそしてただ一人単独先頭無敗です。無傷の8連勝は新入幕の武尊富士。ではここで改めて昨日の取り組み振り返りたいと思います。昨日はベテラン竜電との一番でした。もろ差し得意の竜電に対して右の上手引きましたよね。まあ、ここから早いですよね。圧力があるんですよね。これオープニングでもお話しいただいたんですが、改めて武尊富士のどんなところが一番いいんでしょうか。やっぱりどん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 圧力かけて、本当にこの新入幕らしいね、前に圧力をかけていく、はい、やっぱ上半身の力も相当あるんじゃないでしょうか。ウエイトトレーニングがすごく好きで、よくやっていたと。ただ同じ部屋の横綱照ノ富士にあんまりやるなって、ね、はい、言われてるって言ってました。で、思考をしっかりやりなさいと言われて専念したら十両優勝して、で今場所はここまで8連勝と。素晴らしいですね。やっぱりそうやって上半身ばっかりじゃなくてしっかり、ね、下半身を鍛えることで、それがこうやっぱ全身に、ね、連動していい動きになってるんじゃないですかね。で今日の対戦相手が昨日の竜電とは全く相撲のタイプがもう真逆と言っていい、押し相撲の阿炎ですよね、はい、このあたりいかがでしょうか。いやこれ本当に今後ね、活躍して上に上がってくると思うんですけど、今場所もね、もちろん優勝を目指していってほしいですし、はい、そういう意味ではこの阿炎っていうのを、ね、経験できるのは、今後の武尊富士にとってももう今日の一番というのはね、もちろん勝つことが、ね、一番ですけど、はい、いい経験だと思います。阿炎はここまで6勝2敗です。初日から5連勝がありました。ただ6日目新大関琴ノ若、そして7日目大関豊昇龍に敗れて連敗。ただ昨日の中日で宇良に勝って連敗をストップして6勝2敗今日を迎えています。武尊富士はまずこの幕内の後半戦に出場するのも初めて、そして初の三役との対戦ということになります。阿炎は昨年の11月以来2場所ぶりの三役、東の小結です。大相撲は番付社会ですから、横綱を頂点に大関、関脇、そして小結、この関脇と小結が三役と言われますが、そして平幕と言われるこの前頭です。で前頭は数字が少なければ少ないほど番付上、多ければ多いほど番付が下ということになるんですが、武尊富士は新入幕、幕内という一番最上位のカテゴリーのその下にある十両を先場所優勝して今場所初めて幕内に上がってきました。したがって前頭17枚目という位置です。その力士が唯一の無傷8連勝で単独先頭でこの後半戦に入ってきているという今年の春場所で、初の三役相手でどうかという今日の一番です。このあと星の差1つで追いかける大の里が控えに座っています。その相撲を見つめています。この一番のあと大の里は登場です。さあ軍配返りました。阿炎が立ち合いどうするかですね。もろ手でいくのか、昨日は張っていきましたけども、でもね、阿炎にも意地がありますから、阿炎も優勝一度経験している力士。さあ軍配返りました。武尊富士9連勝なるか。もろ手付けだ。前に出ていくのは武尊富士、押し切った完勝、何もさせない9連勝。強い。阿炎の方が考えましたね。なんかちょっといらぬことを考えている感じしましたね。そういう意味では武尊富士の方がもう前に出るっていうことだけをしっかり圧力をかけて、今場所一日一番という相撲を、ね、しっかり取り切ったって感じしましたね。本当に豊ノ島さんおっしゃったように武尊富士は昨日勝った後もインタビューで初日から気持ち変わってないって話していたんですよね。これ何が良かったですか、武尊富士は今日の一番。いやいや本当に今言ったようにもう変えてない、もう阿炎だからとかじゃなく一日一番という感じで今までやってた通り前に圧力をかけていく、そういう気持ちでやってたと思いますよ。今日も左の付け良かったですね。ですね。あとやっぱ
若者ですね。背中ハッシュタグでしょこれ。ハッシュタグじゃない、テーピングです。あ、テーピングですか。ハッシュタグじゃないんですよ。ハッシュタグタケルフジじゃないんですよ。やっぱ若者だからやっぱハッシュタグタケルフジで、すごい、ぜひ皆さん、ね、バズろうかなと思って、ね、ポストしてください。ハッシュタグタケルフジで。あ、違うんですね。違います。あれ、場所前に肉離れしてるんでテーピングをしてるんですよ。すいません、すいません、間違えました。もうちょっとね、豊ノ島さん、トークの緩急が過ぎます。すいません、ずっと言おうと思ってて。ありがとうございます、はいはい、さあ、そして武富士